はい、毎日学習会の林です。早速やっていきましょう。今日は上智の外国学部のイスパニア語学科、イスパニア語ってのはスペイン語のことですね。スペイン語のことをイスパニア語って言うんですけども、問題見ていきましょう。よろしくお願いします。で、上智の、イスパニア語学科に関しての話っていうところで言うと、まず問題の傾向として言うと、本当にほぼほぼ普通の現代文ですね。例えばだからその共通テストの論説の部分の問題で、8割以上取れる方とかであれば、全然普通に解けるんじゃないかなというふうな問題です。自分の考えを書くところに関しては、400字とかそれぐらいなので、全然普通に対応できるかなというふうに思います。同じような問題ですね。別にイスパニア語学科に限らず、他の、学科でも、出てきてますし、それを類外として100問ぐらい解いていけば全然普通に解ける。でなおかつ多分その400字で自分の考え書くとかって一番最後の問題なんで、書き直しも多分1回ぐらいやれば合格レベルに達するものができるかなと思うんですよね。別に2回とか書き直しする人全然ない問題だと思うので、そういう意味で言うとこうかなりやりやすい問題っていうふうに言えるんじゃないかなというふうに思います。でこういうそのあんまり正直差がつかないような問題が出てきた時にすごい大事なのは、上智の場合だとやっぱりこうその面接っていうのは本番の試験がすごく出来がいいと面接もそう、本当お客様扱いみたいな感じになるし、本番の試験の出来が悪いとなもう絶対合格させないみたいな感じになっちゃうんですね。なんですけど、そのこのイスパニア語学科に関しては多分そういう差があまりつかないんで、そうすると、本番の面接ではおそらくそのイスパニア語、スペイン語ですね、スペイン語に興味があるかとか、興味があるんだったら当然スペイン語今話せるはずだから、スペイン語の勉強どれぐらいやってるのかとか、スペイン語好きなのかとか、そういうところが多分おそらく結構問われてくるだろうなと思っていて、そうするとなんかこうスペイン語全然できないんだけれども、なんかこうやりたいですみたいな感じの人はちょっと難しくなってくる可能性高いなと思います。外国語学科全般に言えるんですけど、上智の中で比較的入りやすいっていうこともあって、じゃあ外国語学科受けるかっていうことでやられる方すごく多いんですけど、残念ながらその外国語学科ってその当然入ったら、ずっと外国語のことやるわけですよ。イスパニア語から言ったらずっとスペイン語やるわけですね。で、その時に、実は自分はそんなにそもそもスペイン語そんな好きじゃないなとか、そういう形になってくると、やっぱりそれって結構難しいですよね。だからそういうふうにならないようにしていくっていうのは、すごい考え方としては、大事なことらしい、必要なことで、そういうところをどういうふうにこう見ていくのかっていうところが、すごいこうこれから求められてくる部分だと思いますんで、もちろんこの問題とかしっかりちゃんとやっていくっていうのはそれはそれですごい大事なんだけれども、面接対策って見ると問題自体の対策が多分その難しい学部ではないので、そのスペイン語をやっぱりちゃんと自分で興味を持っているってことはできるってことですから、できるレベルまでやっていく。ただ英語とかに関して言うと、英語って正直かなりの到達レベルを求められるんですけれども、その英語以外の言語っていうのは実はその最高到達レベルってそんな高くなかったりもするので、それともその試験的な意味で言うと、だからそういうその試験とかをちゃんと受けていくとか、そういう努力をまた別にやっていく。で、そのスペイン語すごい好きだし実際できるんですっていう形になると、他の受験者でもなんとなくスペイン語とかそういう方結構いると思うんで、そういう方に勝てて最終的には合格できるっていう形になると思いますんで、ちょっとそういう形でぜひやってみていただければなと思います。よろしくお願いします。